でも今急にそれを全部こう考えても重いから、荷が重いから、まずはご自分がそう少しこう、本業と商売をしてみることですよ。大目を唱え、その法華経の本業をしてみる。自分でわかる。何かのあったかい感じがあって。で、こう希望が湧いてきてね、なんかさ、いけそうな感じよっていう。みんなそれは言いますよ。お寺行っただけで感じ、昨日一人入信したんだけど、もうお寺行っただけですっげえ大感激してて、まあそれまで検証会だったのね。で、似てる、検証会も学会と似てるんだけど、その日蓮召集から脱落していったグループなんですよ。で、そこにいたもんだから、本物のそのご本尊様出会ったことがないわけだよね。そしてちゃんとお坊さんもいるし、みんな中できれいなこの唱題をわーっとやっててね、もうさ、すごい感、ボロ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 泣いてんだよね。ああ、私も泣けましたね。やっぱりただの時に。それね、命の綺麗な人たちなんです。やっぱね、その何か知らないけど、身が感動するんだよね。本当にそこはね、ありがたいものですよ。何か疑問？じゃあ、行きましょう。ねえ、今でしょってやつですよ。いつ、もう疑問がなくて、あれだったら、いつどうすんの？今でしょ？あれ、ここのさ、駅から一番近いお寺を探してみていいんですかね？それが一番楽でしょ。私の、あれだよ、心が決まるよ。やっぱり決めなきゃ、もう、ちょっとお時間ください。いや、時間って何を考えなきゃいけない。今言っちゃいなさいよ、じゃあ。言うことはもう特になく、疑問もなく。考えたら遠くなるよ、その分。そうだよね。だって、正しい仏教の話を聞く縁っていうのは、ここが一番、今日ここが一番濃くて、ここから離れればもう正しい仏教の話を聞く縁はどん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 なくなっていくから、そしたら自分のもう今までの考えにまたわーって巻き込まれて、それで暗きより暗きへこうぐる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 回っていくことになるよ。すると、当然原因結果ですから、今度はあれだよね。今のままの状態の不幸さ加減ではとどまらない。物事ってのは常に動いてるから、良くなるか悪くなるかしかないわけだよ、世の中は。そうすると、原因と結果ってことは、正しいものに出会って正しいものを受け入れられないっていう原因を積むわけだから、それは悪いことして起こるんだよね。悪い業を積むから。ってことは、今の不幸さ加減よりも、さらに悪い原因を積むわけだから、今より悪い結果がまた生じてきますよ、ってこと。そうするとね、それは自由だからいいんだけどさ、どこまでもう我慢レースみたいなもんで、どこまで我慢できるかっていう、どこまで落ちた時に我慢できるか、我慢が耐えられないかって話だからいいんだけど、今度はね、ここまでもったいないことしちゃうと、今日のこの時点に戻るまでにまた何年もかかるってことになる。そういう損をするんだよね。こっから幸せになれるかもしれないのに、さらにまた業を積んで、もっと生活が苦しくなったとっから、もう我慢できないですって我慢、まあ、その時発心したとするよね。これだけ差が出ちゃう。だから、ここに戻るまでに、こういうことになるってことだよね。ここだけ時間の損をする。これだけ損をする。で、その間に、正直さっき話した人間の命なんて分かんないんだから、生きてることすら分かんないですよ。保証は、それぞれみんなない。今晩僕も死ぬかもしれないし、それが世の中の実相じゃないですか。つまり、明日、明後日、しあさってがあると思うから考えさせてって言うんだけど、そんな保証ないよっていうことだよね。世の中のその、ありのままの姿を見ると。だから、本当に命ある限りに、早い時期に、本当に1分1秒も早く正しい徳を積むっていう、この、縁を無駄にしたら、それはその報いはそのまんま自分が受けなきゃならないということだよね。非常にこう、数学的なんですよ。
これだけの正しいことを積めば正しい結果が、正しい報いを受けられる。これだけの悪いものを積めばそれだけの悪い報いを受けるっていう、世の中を分析すると最終的にはそこだけに突き詰められる、ね、正しいことと間違った選択っていうものの積み重ねが、その善悪が今のこの苦しみを生んでいる、喜びを生んでいるのもそう、この苦しみを生んでいるのもそう。そうするとこの何が一番正しいことであったのか、正しい間違っていることだったかったら、実は自分も今まで正当もつかなかったけど、実は宗教の選択に問題があった、宗教の捉え方に大きな根源的な問題があって、それが積み重なってきちゃって、悪い宗教の害毒が積み重なってきちゃって、それは根性だけの問題じゃないからね、過去世からのものも含めて悪い宗教の積み重ねが、それと先祖代々っていうのもあるしね、先祖代々の悪い宗教の積み重ねが、それが全部溜まってその報いとして今の苦しみがこれで生じている。でこれを唯一法華経だけがその悪い因縁を吹き飛ばすことができる、浄化することができるっていう、その善の因っていうものをもし本当にそのまあ追いやったら、これもう浮かぶ瀬はないですよ、他に何もない。で他にまあ道が分かんないから今の苦しみがまあ続いてるわけで、何を考えなきゃいけないかってことですよね。考えるその基本になる、なんつうの、考えるあれがないんだよね。あのまず知識がないじゃないですか。何と何をどう比較して何をどう考える、今一番出したと早い、その答えはこうですよとか、その疑問に対してはこうですよっていうのは言えるわけじゃん。自分の一人の世界に入って何と何をどうひっくるめて何をどう考えられるわけ、よく多いけどね、その少し考えさせてくださいって人いっぱい今までも何千人も釈放してるから、そういう人多いんだけど、結局でもそこをずっとついていくと何も考えないんですよ。要は嫌だって言ってるに過ぎない、今嫌だよって言ってるに過ぎないんで、今嫌だ嫌だじゃなくて